スポーツジャストワンをご覧いただき、本当にありがとうございます。この動画の下に、皆様の毎日をブラッシュアップしていただける素晴らしい朗報がありますので、どうぞ。紀平梨花2019初戦オータムクラシック鑑賞、次戦4回転、超本気モード。オークビル、カナダ、田中充、右手を高々と突き上げ、笑顔で歓声に応えた。勝利を確信した紀平梨花、17冠大 KFSC のフリーは 145.98 点。フィギュアスケート、今季、初戦オータムクラシックで、SP、フリーとも1位となり、好スタートを切った。演技直前は窮地だった。6分間練習で、代名詞のトリプルアクセル、3回転半ジャンプが1本も決まらなかった。午後の公式練習は、試合会場とは別リンク。氷が硬く、ジャンプのタイミングが狂ってしまった。最終滑走の本番まで、わずかな時間しかない。濱田美恵、コーチから、助走のスピードと姿勢だけに気をつけて、とアドバイスを受け、重心を前に置くことを意識して、すごく集中したと動じることなく気持ちを整えた。迎えた本番は、冒頭で、3回転半を、2回転ジャンプとのコンビネーションで成功。2本目は、高さがなかったが、力で持っていく練習ができていたと、回転不足ながらも崩れずに着氷し、2本飛べた。すごく嬉しかった、と頷いた。シーズンオフのスイス合宿では、ピラティスというエクササイズで体幹を鍛え、バレエやダンスなどにも励んでいる。表情以外でも、貪欲にトレーニングを積み重ねることで、大技を安定して飛べる自力を培ってきた。今季は、さらに高みを見据える。4回転サルコーの成功だ。他のジャンプに不安がなければ、4回転を試合で入れようと思える。次の試合までに、本気で4回転を入れるつもりで練習したい。進化の日には2年目に伸びしろはまだある。みんなの声。紀平梨花さん今シーズン初戦、相手を寄せつけず勝ち切りました。素晴らしいですね。修正能力がついてきています。昨シーズンは靴のフィット感が大問題でしたが、今大会では問題なさそうでした。いよいよ4回転ですね。本当に4回転を本番で入れる時が近づいている印象です。失敗してもいいので実際に入れてみて、その結果が成功失敗どちらでも先に進むことができると思います。怪我のないよう進化していっていただきたいです。心から応援したいです。ショートとフリーを揃えるという一つの目標を達成しての優勝、おめでとうございます。次の目標が4回転ですね。これができれば鬼に金棒、紀平に 3A、4回転です。平坦な道ではないと思いますが、紀平さんならできると信じています。応援します。怪我にだけは気をつけて、いいシーズンが送れることを祈っています。トルソワ・シェルバコワ選手が北京五輪まで今のジャンプ構成を維持し続けられるかは本当未知数だね。福田ミシェワ選手みたいに一度体型の変化から来るスランプを経験しても、そこから見事に立て直すケースだってあるわけだし、他にもトゥルシンバエバ選手やユヨン選手もクワド持ってるし、本当にこれから上位争いが大変になってくるけど、紀平選手には十分に食い込んでいけるだけの実力も精神力もあると思う。納得のいく滑りをしつつ、怪我や故障に気をつけて、満足感を感じられるシーズンを過ごしてほしい。紀平選手にとっても濱田コーチにとっても素晴らしいシーズンでありますように。まあつい先日に世界中が毎年注目している恒例のロシアのテスト会がやっていて、トルソワちゃんがさらにすごいことになっていたし、他のトップクラスの選手たちもめちゃめちゃすごいことになってたしね。あれを見てしまったら、紀平をはじめロシア以外の選手たちは、ただでさえロシアの選手たちがハイレベルなのは分かっているが、さらに危機感を持つだろうしね。高度な滑りなのに安定感がありますね。ジャンプだけでなく美しいし花がある。応援してます。
最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。